じゃあこんにちは、はい、豊さん、はい、まあ、今年山本由伸投手、今永投手が、メジャーに行き、まあね、今永投手も本当にいい成績を残したりなどしていますが、はい、そうなると次に続くピッチャーは誰なんだろうってみんな思いますよね。そうだな、うん、やっぱ一部で言われているのはやっぱり、まあ、佐々木朗希投手はずっと言われているポスティングで行きたいという中で、ここで名前が上がってきたのがなんと中日小笠原投手、このオフメジャーに挑戦の可能性、今季防御率、はい、2.61、 アメリカでは優れた制球力と報道されているということで、これはあのメジャーリーグ MLB ネットワークの記者、ジョン・モロシ記者という方が、中日の小笠原投手が2024年にポスティングシステムを利用してメジャーリーグに挑戦する可能性があると伝えたというところで、とかちょっと向こうの記者がということは、そういう動き勝手に書いてるかね、そう、でももしかするとそういう動きが、噂がメジャーでは出ている可能性があるということですよね。まあ、なくはないな、うん、でも日本のピッチャーって優秀だからさ、そうなんですよね、みんな、はい、本当に力もね、蓄えてきたし、ただ、はい、ただこの前菊池雄星が投げてる姿を見たのね、はい、目いっぱい投げてんだよ、うんうん、全部打たれるんだよ、はい、まあ、その時は勝ち投手になったけど、うん、あれだけ腕を振らなきゃいけないのかって思うと、もう本当にね、応援したくなるというか、はい、本当痛めんなよって思いながら見てる、うん、で今永が成功したのは、はい、あ、成功したってまだ言えないけど、うん、言えるのは高めの使い方があいつは賢いな、多分ね、ダルビッシュの対談見てると思ういや多分見てると思います、まあ、それかダルと一緒にね食事をした時に聞いたかどうか分かんないけど、うん、やっぱ高めの使い方がうまい、それとコースがいい、はい、だから打たれない、うんうん、でね、俺ね、松井裕樹、はい、大丈夫かなと思って心配したんだけど、うん、松井裕樹のやっぱあのスライダーかカーブか、あのでかい曲がりの変化球があるっていう人は強いな、それを考えた時に、はい、小笠原はそれを持ってんだ、あ、そうなんですね、うんうん、あとは今永みたいに低い打点から高めに投げれる技術をつかめたら、これはある程度成功するかもわからない。かもわからない。かもわからない。だけど、今のままでいいかっていうと、まあ、頼るボールはあのカーブみたいなスライダーなのか、うん、まあ、そのぐらいのボールしかない。うん、今じゃあ、まっすぐは打たれるよ。まあ、そうですね、メジャーはそうですね。だってお前、由伸のさ、高橋由伸のさ、あ、山本だ高橋由伸って言うと、ね、倉敷彦さんの人になりました。山本のあのまっすぐを簡単、まあ簡単でもないかもわかんないけど打っちゃうの、うん、日本であれだけ打てなかったんだよ。そうですね、だから今こう見出してるのはやっぱカーブをどういうふうに使うかっていう研究をしてるよね、多分ね、はい、まあ、カーブはまだまだ通用するし、うん、だからいいんだけど、はい、だけど相当やっぱり研究しないと、はい、頭使わないと今のままではやっぱ打たれるし苦労するだろうな、うん、あ、今のままの状態でメジャーリーグに行ってしまうとっていうことですね。だからポイントはやっぱフォーシームのまっすぐをどこに投げるかだよ、うん、どこで投げてくるかなんですか。でどこに投げてどこで投げるか、このあ、うん、だからまあそこら辺を研究すると、はい、やっぱあのカーブっていうのは使えると思う、うんうん、あとはやっぱこう高めに下から浮き上がるような感じ の、ね、うん、そういうボールが使えるようになったとしたらいいかもね、うんうん、あの先ほどのこのね、あの記者の諸氏記者なんですけれども、その自身のツイッターで MLB のスカウト陣が小笠原投手を評価しているっていうのも付け加えつつ、彼は優れた制球力で知られていると綴ったということで、でも制球力はいいよな。そうですよね、うん、まあ、あの中日の、ね、ピッチャー陣というと、あのもちろん小笠原投手をはじめ柳投手で、今ちょっとファームにいますけど高橋宏斗投手だったりとか、非常に素晴らしいピッチャー陣がいるという中で、メジャーリーグのスカウト陣の注目が小笠原投手に行っているということで、うん、もちろんその、ね、メジャーの代理人の方たちはビジネスをしたいので、いい投手をピックアップして、そのあのピッチャーなり打者に関係性を築いてセールをしたいっていうのはあると思うんですけれども、まあ、制球が良くてもさ、やっぱり打たれちゃうからな。
うん、向こうは、ね、コースに来ても打っちゃうんだよ、力がなかったら、はい、でもまあまあそこそこの力はあるけども、うん、それじゃ足りないよね、うん、そうなってくるとやっぱ組み立てが大事になってくるんだよ、はい、だから今永でもキレがいい、うん、そういうまっすぐ投げるけども、やっぱ決して通常の高さではボールにしたりだとか、うん、スライダーだとかこうチェンジアップとか、うん、スプリットでストライクを取りながら高めで勝負するとか、うん、まあ、そういう器用さもないとなって、だから小笠原がどのぐらい器用さを持ってるのかなっていうふうには思うよね、うん、そりゃ菊池雄星があれだけ腕振って、うん、もう本当こんなそっくり返るぐらい本当に投げてたの、それ簡単に持っていくからな、まっすぐだったらそうですよね、うん、パワーが違うのでっていうのは、ね、いやだからまっすぐってもう160キロぐらい投げないと簡単に持っていかれるっていうことだよ、うん、なあ、でもまあ160キロでももうそれを続けたら簡単に持っていくっていう、うん、持ってきますよね、もう時代になってるからさ、そうですね、いかにそこでこうごまかしが効くか、うんうんうん、まあ、そこだよね、小笠原はいけるとしたら、そうですよね、うん、でまあ、小笠原投手の他にもメジャーに挑戦するであろうと言われている選手がやっぱり佐々木朗希投手であったり、あとはあのもう、ね、表明してますけれども西武の、高橋光南投手であったりとか、あと平良投手も興味あるというふうに話していたので、そういったピッチャーたち、いや西武のピッチャーみんないいんじゃない今井、今井、今井今井もいいしさ、はい、高橋光南もいいし、体つき半端ないですね、半端ないもん、うん、もう体はメジャー超えてるから、いやすごいすごい、多分角界に行かないとっていうぐらいの体つきだから筋肉すごい、まあ、メジャーの選手かと思いましたもん、平良もそう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 、ね、ね、あのどっちかっていうとやっぱ高橋光南投手とか平良投手っていうのはそのやっぱりそのパワーパワーそうだな、でもまあパワーだとあれだから、高橋光南もやっぱちょっと大きなカーブを投げれるようにしといたらちょっと楽だろうな、うん、平良も球種はあるんだけど、はい、ちょっとね球速があんまり変わらないんだよ、だから緩急という意味でちょっと少ないかなっていうふうに思うから、うん、もう少し抜くボールを覚えるといいのかなっていう、はい、どうしよう、うん、あと佐々木朗希投手は、佐々木朗希は今のままでも大丈夫なんだろうけども、ちょっと通用しなくなってきてるなって思う、うんうん、打たれ出してる、打たれ出してきてる、で160キロもそんなに超えなくなってきてる、うんうん、長いイニング投げようと思ってるからそうなってるのか、うん、それともポテンシャルがちょっとずつでも落ちてきてるのか、うん、これは分からないけども、はい、まあでもトレーニングによってそれは取り戻すとは思うけどね、はい、まあ佐々木朗希の時はキャッチャー変えた方がいいな。やっぱねフォークを思い切って振れないんだよね多分。ああと取ってくれるっていう、そう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 、その安心感。だからまあその信頼はしてると思うんだけど、もしそうなった時にまたっていうのがね、うん、ピンチが広がるっていうのがちょっと嫌なんじゃないかなっていうふうに思うけどね。うんうん、まあね、あの YouTube なので世界中でね、この動画を見れている方たくさんねいるわけで、もしかするとメジャーのスカウトの方とか代理人の方がこの動画を見ている可能性は非常にあるわけで、うん、豊さんがじゃあおすすめする、一番おすすめする、このピッチャーメジャーに行ったら活躍するよっていう、もし投手がいたら教えてほしいです。これもあのみんなメジャーリーグのスカウトの方を見てるかもしれないので、こっそり教えるよみたいな、この投手いいよ、どこだとか面白いけどな、カープの、それはどうしてですか。やっぱ制球がいい、そこか、制球力か、で特殊ボールがある、うん、安定感あるわ、うん、いいかもわかんないな、うん、どこだ、うん、その名前が出てくるのはなんか新鮮です、すごく床田投手、はい、もしかしてもうね、床田投手俺メジャー行こうかなって思うかも、床田の安定感はいいな、あ、崩れないもん、うんうん、やっぱメジャー行くとそのパワーだけじゃない、やっぱその制球力っていうところが、やっぱね、一番はやっぱ制球力だよ、ですよね、うんうん、特に日本人はそうだな、うん、だから菊池雄星があれだけ目いっぱい振ってるのに打たれるっていうことはさ、やっぱよっぽどもっと高いレベルのフォーシームがいるっていうことだよね。そうですね、それに関して菊池雄星も全然遅くないよ、はい、キレあるしビッピン行ってんだけどさ、うん、それをやっぱ打ち返されるっていうのはさ、相当なポテンシャルがないとさ、いやその力でいくとしたらね、パワーとパワーだったら、
うん、でやっぱ日本人の持ち味って言ったら制球力だったりとかコントロールとか球種とか精度だな、はい、だからまあそういう意味ではその精度が高い、うん、そういうピッチャーじゃないと持たないかなと思う、はい、由伸で分かるじゃない、はい、あれだけ日本で抑えたのが、うん、やっぱ打たれるわけだから、うん、だから状態もねまだその環境とか、はい、マウンド、ボールそういうことに多少のズレを感じながら投げてるのかもわからないけども、まあ、それでもさ球速は出てるけど打たれるっていうことはさ、うん、やっぱよっぽどすごいんだよいやよっぽどいやすごいですよ各バッターやっぱりそうだって大谷選手とかね、うん、そういう選手たちと対戦しないといけないわけですもんね、うん、だから森下なんかもね広島の、はい、あのカーブがあるから面白いなと思ってたんだけど、うん、ちょっと最近ちょっと違うかなっていうふうに思い出したし、うん小田なんかやっぱ面白いと思う。そうか。あと栗も面白いな。栗投手、カーブですね。カーブばっかりだけど。あれどうしたんですか。いやいや、栗なんかもいいピッチャーだよ。うん、はい。で制球も良くなってきてるし、うん、昔はねちょっと無駄球が多かったんだよ。うん、でも最近無駄球を省いて制球も良くなったし、今年なんかボールの力も多少上がってるしね。はい、まあ、年齢的にどうなのかっていうことはあるにしても、まあ、いいピッチャーだと思う、うんうん、そうなんですね。あと宮城オリックスの、うん、はいはい宮城なんかも面白いな。そうなんですね、うん、山下俊平とは今年の状態からするとちょっと外すけどね、うん、そうですね。だけど宮城なんかもバッター見ながら駆け引きしながら投げるピッチャーだから、うん、それは面白いと思うよ。ああまあきっとメジャーリーグのスカウトもチェックしていると思うんですけれども、まあ一時期、まあ、日本で言われるパワーピッチャーと特殊ボール、はい、まっすぐフォークのピッチャーっていうふうに言われるけど、うん、でもそれじゃやっぱもう無理になってきたな、うん、そうですね。やっぱ全てのボールに対してのその制球力も欲しいし、はい、そうだな、うん、まあ、そう今挙げた感じのピッチャーたち、ただね、そういったピッチャーたち、ね、豊さんから、まあ、カープの、ね、選手、床田投手だったり、栗投手なんかも名前、挙がりましたけれども、一体どういった、宮城ね、あと宮城投手、オリックスの挙がりましたけれども、まあ、今オフ、どういった選手たちが手を挙げて、あと今オフ以外でも、今後どういったピッチャーたちが海外に挑戦するのか、そうだな、うん、やっぱり楽しみ、まあ、楽しみだけどね、楽しみだけど、そうだな。怪我しないでほしいな。そうなんですよね。球速とか、あと登板の感覚とか、うん。ダルビッシュだって首を痛めるとかね。そうです。まあ投げててそうなったのかわからないけども、うん、やっぱ酷使してきてるよ。うんうん、彼ももう本当に丁寧にトレーニングしてても、うん、そういう事態に起きるっていうのは、はい、やっぱ相当やっぱ体負担が来るよね。そうですよね、うん、あとまあピッチクロックに対応しなきゃいけないとかもあるでしょうし、ね、いやだからそういう覚悟を持ってね、はい、行くんだったら行ってほしいと思うな。そうですね、はい。